スペースシャトルエンデバー。スペースシャトルエンデバーは20年間に及ぶ任務の締めくくりとしてロサンゼルスへの最後のフライトを行い、その後博物館の展示品となりました。宇宙空間を1億8500万 km 以上飛行したエンデバーは、この機会のために特別に準備された NASA のボーイング747の背に搭載され、ロサンゼルス国際空港に着陸しました。その後機体は慎重に練られた計画に沿って街の通りの中をゆっくりと運ばれていったのですが、超高速で宇宙空間を移動していたエンデバーにとっては、このような移動速度はさぞ奇妙に感じられたことでしょう。このシャトルを運搬する車両のために400本近くの木が切り倒され、電線も取り払われました。19メートルの距離を移動するために2日間道路が閉鎖され、その後シャトルはカリフォルニア州立博物館に送り届けられました。